どうも、南光一です。私は熊本市立千代高校の校長をしています。さて、今日はですね、千代高校の夏休みをですね、例年に比べるとコロナ休業のせいで多少短かったんですけども、その短い夏休みの間の、生徒たちの様子、学校の様子などをですね、千代夏の奇跡と夏の足跡というテーマで、ちょっとお知らせしていきたいなと思います。では早速、まずですね、女子ハンドボール部、8月2日日曜日に行われました熊本県高校総体のですね、代替大会の決勝戦に臨み、城北高校ですね、見事に下しまして、優勝ということです。素晴らしいゲームでした。私もね、実際山形の体育館で行われたゲーム見に行きましたけどね。これで千代高校はですね、女子ハンドボール部実質大会3連覇ということですね。本当に素晴らしい戦いを見せてくれた選手たち、これ表彰式の様子です。素晴らしかったです。で、この選手たちがですね、3年生は特に1年生に入学してからこの3年の最後の大会まで一度も県大会で負けることなく最後まで勝ち続けたというですね、素晴らしい成果を見せてくれました。これは表彰式で賞状をもらう、女子ハンドボール部の山下キャプテンの様子ですね。そして試合後にはですね、テレビ局からの取材もこういった形で受けまして、テレビでもこの素晴らしい戦いの様子がですね、放送をされました。女子ハンドボールの皆さん、おめでとう。本当にね、特に3年生3年間お疲れ様でした。またですね、その2日後、8月の4日月曜日にはですね、千代田高校体験入学ということで、体験入学を行いました。2部に分けてね、半分ずつ行ったんですけども、200人200人で約400名近くの中学3年生が本校の様子を見に来てくれました。これは体育館に集まって、学校の概要の説明をしているところですけど、実はですね、この前、開会前にはですね、本校の e スポーツ部がこのステージの上のこのスクリーンを使ってですね、ぷよぷよというゲームで対戦をしてくれまして、本校の e スポーツ部対体験入学に来た中学3年生の皆さんの対戦なども行われてですね、非常に楽しい雰囲気でスタートした体験入学でした。また全体の説明が終わってからは、パソコン室に移動して各科ごとにですね、これは情報科の体験入学の授業の様子です。こういった形でですね、パソコンを使った説明や、これはお金の代わりにですね、カードと品物の名前を書いたカードを持って、ゲーム的にですね、商業の体験をしているところですね。また国際経営コースではですね、中国語の先生にも来ていただきまして、実際行っている中国の授業を体験をしてもらいました。また ALT の先生にも来てもらってですね、英語の授業の体験も行いました。こちらに映っている2人はですね、本校からアメリカの方の、学校に留学をしていた、留学体験をした高校3年生2人が、ファシリテーター役、ナビゲーター役をして務めてくれました。大変楽しい授業が行われていました。また健康スポーツコースです。ちょっと私の方が写真を撮り損ねたんですけどもですね、学校生活の様子を動画を通してですね、ユーモラスに説明をしてくれました。そして体験入学終了後にはですね、男子ハンドボール部、女子ハンドボール部、自転車競技部、野球部、サッカー部、バドミントン部などの部活動ではですね、部活動体験入部も行われて、中学生の皆さんもですね、それぞれ自分の興味のある部活動に体験をしてもらったということで、有意義な一日になったことだと思います。さて、その他の夏休みの部活動もですね、盛んに行われてまして、合宿を実施した部が男子陸上部、それから女子陸上部はですね、阿蘇方面や水上方面などでね、涼しいところに行って、今年の夏は特にまた酷暑でしたよね、涼しいところでしっかりとトレーニングを積みました。また男子ハンドボール部もですね、毎週末にセミナーハウスの方に泊まり込んで合宿を行ってました。また相談の部はですね、暑さに負けずトレーニングということで、どの部もですね、全ての運動部が暑さに負けずに一生懸命かっこいいの精神でですね、さらに成長を目指して練習を積んでいる姿をたくさん見かけました。最後に紹介するのが8月の20日の日です。外は35度から37度の暑さの中で、酷暑の中で練習する弓道部の様子ですね、ちょっと写真に撮ってきました。弓道部の皆さんは
学校に弓道場はありませんけども、まあ、すぐ近隣にですね、北岡自然公園弓道場というところがありますので、そこで、一生懸命ですね、弓をこう、射るですね、弓を使って矢を射るトレーニングに励んでいました。というわけでですね、千葉大高校の皆さん、夏休みの間も一生懸命ね、一生懸命はかっこいいの精神でいろんな活動に取り組んでくれました。来週の月曜日、8月24日月曜日からは2学期が始まります。まだまだ暑さも残っていますが、またですね、新しい学期も一生懸命はかっこいいの精神でいろんな活動に臨み、しっかりと実践を積み重ねていきましょう。ではまた来週からの1学期、千葉大高校の皆さん、みんなで頑張っていきます。ではまたこのチャンネルでお会いしましょう。またね。